アルエット1号は1962年9月29日に打ち上げられたカナダ初の人工衛星。米ソ以外の国が設計、製造した初の人工衛星としても知られる。ただし打ち上げはアメリカ合衆国の手によって行われた。1958年に新しく設立された NASA を通じてアメリカ合衆国はカナダに衛星計画の国際協力を誘いかけたことから、 アルエット1号の開発は始まった。その数ヶ月後、カナダ国防研究通信研究所の科学者であった、ジョン・チャップマンとエルディング・オレンは NASA に上空から電離層を観測できる衛星の設計と製造を提案する。この提案は承認され、ドルテ科学者のチームがチャップマン主導の下結成し、同一であるアルエット2機の設計、製造を開始する。それから3年半後、 1962年9月29日にアメリカの太平洋ミサイル発射場からアルエット1号が打ち上げられた。アルエット1号は軌道投入後すぐに電離層観測を始めた。およそ500日後、衛星の回転が約 0.6rpm と予想より遅くなり、衛星のスピンは安定制御は失われた。これは地球を向いた長い方のアンテナのために機体が 重力系度安定の方向にゆっくりと進んだためと推測されている。姿勢の情報は磁力系一つと熱シールド上層及び下層の温度から推定された。1972年9月衛星の運用が終了した。設計寿命は1年だったが10年間ミッションが続けられ、その過程で100万以上の電離層の画像が生み出された。アルエット号の成功を受け、 カナダとアメリカは国際電離層研究衛星と呼ばれる新しい計画のもとさらなる人工衛星を打ち上げる協定を結んだ。アルエットのバックアップモデルが修繕され、1965年にアルエット2号として打ち上げられた。ありがとうございます。